アナッチ、お疲れ様。ゲじゃあタマキはもう行くね。メグネ、バイバイ。うん、ごめんね。でもあんまり気にしないで。タマちゃんはアナッチが嫌いなわけじゃなくて、男の子全般が苦手なの。まあね、タマちゃん男の子のノリというか悪ふざけについていけないところがあるみたい。例えばほら、タマちゃんって男子から変なあだ名で呼ばれちゃってるでしょ。だからそのもうアナッチったら本当は聞こえてるんでしょ。男子にとってはただの悪ふざけでも、タマちゃんにとっては深刻な悩みなんだよ。昔から変なあだ名で呼ばれてたせいで、今ではすっかり男子が苦手になっちゃったみたいなの。まあね、だけど何気なく言った一言で他人を深く傷つけちゃうことだってあるでしょ。それ本当？やだ、どうしよう。ごめんね、アナッチ。うん、ごめんね。タマちゃんって男子が苦手だってことを別にしても、もともと人見知りなところがあるから。いつもはあんなに失礼なことばかり言う子じゃないんだよ。タマちゃん本当はすごくいい子なの。ただ今まで女子しかいなかった報道部にアナッチが入ってきたことで、拒否反応みたいなものが強く出ちゃってるのかもね。ああ、そっか、そうとも言えなくもないかもね。分かってるってば。私はもともと真剣だよ。せっかく同じ報道部員になったんだから、私アナッチとタマちゃんにはちゃんと仲良くしてほしいもん。それに私タマちゃんにはもっと自然に男子と話せるようになってほしいの。だからアナッチが入部してくれたのはちょうどいい機会だと思ってるんだ。ま、そんなところかな。だからお願い、タマちゃんと仲良くできるよう頑張ってみて。うん、分かった。でも私アナッチのことは頼りにしてるよ。タマちゃんのことよろしくね、アナッチ。